2001年、プリメーラは3代目へと進化した。しっかりした足回りでヨーロッパ車感覚を根付かせた初代、そのコンセプトを受け継いだ2代目に続く期待のモデルだ。グローバル市場を意識したためか、このモデルからプリメーラは完全な3ナンバーボディを採用。ヨーロッパでいう D セグメントに属する車となった。エクステリアデザインを担当したのは日産デザインヨーロッパ。フード、キャビン、トランクを流麗な線で結んだモノフォルムデザインは極めてアーティスティックだ。全長4565mm、全幅1760mm、全高1480mm と全モデルより大幅に大きくなり、結果として室内長は 200mm 以上拡大した。一方、インテリアは日本のデザインセンターが手掛けた。これまたモダンテイストだが、中でも空調、オーディオ、ナビゲーションシステムのインターフェースを一元化した集中コントロールスイッチは特徴的だ。主力エンジンは新開発の直四 DOHC である QR 系で、150馬力の2リットルと170馬力の直噴 2.5 リットルがラインナップ。後に 1.8 リットルモデルが加わった。ギアボックスは4速オートマチックをメインに、先代で好評だった CVT モデルも用意された。この3代目プリメーラの中で異色の存在だったのがスポーティーグレードの 20V だ。この車だけは可変バルブタイミング機構付きの SR20VE 型2リットル直四 DOHC を搭載し、204馬力という高出力を誇った。ギアボックスは日産の FF 車としては初となる6速マニュアルで、モダンなスタイリングからは想像できない過激な走りが魅力だった。ひょっとしたらこの 20V こそ初代の志を受け継いだ正統派プリメーラなのかもしれない。